竜慎太郎、竜慎太郎、竜慎,慎太郎、1900年12月11日から1967年12月4日は、日本のジャーナリスト、社長不在時代の朝日新聞で、常務取締役論説士官を務め、忍ぶ一郎、長井大蔵とトロイカ体制を敷いた。また、昭和研究会メンバーなども務め、政界のフィクサーや、CIA 協力者としても活動した。 化粧品店を営む竜余兵、峰子の長男として、福岡市上土井町、現、博多区天野町に生まれる。陽名は与三郎。福岡県立中学修遊館、現、福岡県立修遊館高等学校を経て、1925年、東京商科大学、現、一橋大学本科を卒業。1926年度研究科を退学する。 三浦新七ゼミ出身。1928年4月大原社会問題研究所研究助手。1931年度を研究員を経て、大内兵衛が朝日新聞社主室で中学、大学の先輩でもある小型武虎に推薦して、1936年1月朝日新聞社に入社し、同年9月論説委員となる。 同じく朝日新聞社論説委員の笹夫や、記者の尾崎秀美らと共に、この絵踏み丸のブレーン組織、昭和研究会に参加してその中心メンバーの一人となり、この絵を取り巻く、朝食会、水曜会のメンバーともなった。昭和研究会には、稲葉秀蔵や勝又誠一ら企画員の革新官僚と、ソ連スパイ尾崎秀美をはじめとする天皇採用倉書位。 国体の衣をつけたる共産主義者、この絵上層文が結集しており、彼らはマルクス主義に依拠して戦争を利用する上からの国内革新政策の理念的裏付けを行い、国家総動員法の発動を推進し、この絵新体制海の親として体制翼三階創設の推進力となった。かさは昭和研究会の東亜政治研究会員。 東亜経済ブロック研究会員、文化問題研究会員、政治動向研究会員、経済情勢研究会員を務め、1939年12月にカが出版した日本経済の再編成中央公論者は国家総動員法の広範な発動により、日本経済を自由主義的市場経済から公益優先主義的計画経済に移行させる第二次。 この内閣の経済新体制の理論的支柱となった。かは日本経済の再編成の中で第三次、この絵声明後の我が国の軍事行動は治安工作と並行して抗日勢力の徹底的破砕を目指して進められねばならぬと主張し、企業が利潤確保のためやむを得ず闇市場に物資を流し、闇価格を高騰させあるいは、 商品の品質や労働者の待遇条件を落とすこと等、政府の物資統制や先人フレ抑止政策が発生させる様々な弊害の除去者こうして物資のみならず企業の利潤及び経営にまで統制の範囲を拡大させる必要性を解いて国家総動員法の発動を推進し、また、中央公論昭和14年11月号、事変処理と欧州大戦といざ段階、 出席者は、竜慎太郎、和田耕作、平定蔵、牛場信彦、西恩寺孝一、菊波勝美、角田淳、後藤磯ムの中では、公然と自由経済の復活と、複数政党政治と言論の自由を否定した。あ、1940年6月から9月にかけて傘は、小川平吉のブレーンであった、山本まさ氏が、 国民精神文化研究所機関紙上に発表した、劉慎太郎氏日本経済の再編成批判によって批判された。同年10月ヨーロッパ特派員として、ドイツ駐在を発令されと応するが、戦乱のため記者の見通しが立たず、東京本社を米部ヨーロッパ特派員として、対応を続けることになり、1943年10月、スイスへ移動、ベルに滞在。 同地に滞在していたアメリカの情報機関、オース、オフィス・オブ・ストラテジック・セルビセス、アメリカ戦略情報局、CIA の前身の欧州総局長であったアレン・ダレス後の CIA 長官を仲介とした台米和平工作に協力している。和平工作時、スイスから和平締結を求める統合を持ちなが、外相宛て連邦を小形武虎、当時内閣顧問に送付。 結果的には、未達したことで、小形やこのえふみまろなど、政権中枢とのコネクションを有しているものと、米国側に把握されていた。戦後は1948年2月に記者、同年5月論説委員、同年12月東京本社論説士官、1949年12月朝日、新聞論説士官、1951年11月、取締役、 論説士官、1956年12月常務、取締役、論説士官となり、1962年12月に、辞任するまで14年間にわたって、論説士官を務めた。この時期の朝日新聞社の経営陣は、社主の村山長隆が1960年6月に、社長に復帰するまで社長不在であり、 村山は1951年11月から1960年6月まで会長、代表取締役専務取締役の忍、勘一郎、常務取締役、東京本社業務局長の長井大蔵と傘のトロイカ体制をとっていた。忍には1949年12月に東京本社編集局長に就任するまで東京での勤務経験がな、 東京の政財界に暗かったため、論説士官の傘が、対外的に朝日を代表する顔だった。しかし、村山社主家との確執から、まず1960年6月に、忍が、続いて1962年に傘が辞任し、村山長隆の社長期翌日付で、忍が代表取締役専務取締役辞任、1963年12月に、 村山家が長井を解任したことから村山事件となった。なお、笠の辞任は公式には健康上の理由となっている過酷、文美記者風。1967年12月4日、新金拘束のため死去。66歳。東西冷戦が朝鮮戦争となっても全面講和論を主張して GHQ の反発を買い、GHQ は 朝日新聞社に傘の追放を要求したが、長谷部正社長が激しく拒否した。1960年の第一次安保闘争においては、安保条約の改定反対、岸内閣大臣の論人を張ったが、1960年5月21日付の朝日新聞社説、岸大臣と総選挙を要求すは一面トップに置かれた6月15日に、 安保反対デモ隊と警官隊の衝突で、東大女子学生が死亡すると、一転して、暴力を廃止機械主義を守れという七者、共同宣言、六月十七日付を発する、中心的役割を担い、反対運動に冷水を浴びせた。その後、岸信介首相が退陣すると、宮沢喜一と国費に接触し、次の首相に、朝日新聞 OB の石井光次郎を就任させる。 ことを宮沢を介して、池田勇人に要求するなど、政治的なフィクサーとしても活動した、2009年9月12日、毎日新聞、岩見隆夫、金文園家。<laughs> また、高級平和の実現を目指して、湯川秀樹らと共に、世界連邦運動を提唱し続けており、1958年の元旦と1月16日の朝日新聞には、 世界連邦を日本の国税とせよという斜説を掲げている。有馬哲夫は傘が CIA と協力関係にあったとしている。日本が廃食農耕となった1945年、スイスにおいて米国オース戦略情報局スイス支局長として活動していたアレンダレス、後の CIA 長官と水面下の和平交渉を行っていた日本人グループ、 戦争終結後も秘密裏に関係を継続することをオースに申し入れていた。スイス公使館員から朝日新聞中立特派員に転じていた田口次郎と笹本俊義が和平交渉に関与する中でオースとの接触を持っていたことにより交渉グループの一角となっていた朝日新聞記者たちはそのままオースの協力者となり後から赴任してきた傘もその中に加わることになった。 1945年4月12日付のオース報告書の田口次郎と笹本俊二がいる朝日新聞中力支局の新しい我々のエージェントは新しい内閣の顔ぶれに失望しているとの記述における新意我々のエージェントとされる人物が傘を差していると見られる。オーススイス支局でダレスの部下だったポール・ブルームが GHQ 外交局に配属され来日した際、最初に連絡を取ったのが、傘で、傘が和平交渉日本人の一人であり親しくしていた、藤村義郎海軍中佐に礼を伝達。藤村が設立した専門商社、ジュピターコーポレーションの社屋に、ブルームは同居していた。ブルームは、日本の指導的知識人との座談会を主催していたが、その日本側の主催者が、ブルーム来日後に、 朝日新聞に復帰し、翌四十九年に論説士官に昇進して朝日の顔となった傘である。1951年に CIA の副長官となったダレスが、傘や藤村海軍中佐ら、終戦工作時の人脈により獲得させた日本人協力者の中に、高校、大学、朝日新聞における傘の先輩で、日本版 CIA 創設を目指す大形武虎と、 海上自衛隊創設を目指す海軍大将で中米大使だった野村義三郎らがいた。1961年、ダレスがピックスワン進行作戦の失敗で失脚したためか、その後ろ盾を得ていたカサは、翌62年に論説主官を辞めることとなった。以降、スイス終戦工作に関しては周囲に口止めした上で、ダレス同様一切語ることはなかった。 CIA の対日工作者としては最古さんの一人にして中心的な存在でありながら、岸信介と同様、傘の機密ファイルは未だ公開されておらず、CIA との協力関係の全貌は不詳である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。